ですね、狭い空間に入れてください。カバン、職場のロッカー開けた時にうるってくるわけですからね、いい香りが漂います。それから、トイレでもいいですし、玄関先でもいいです。車の中であれば瓶じゃないので割れにくいです。これは落としても、大丈夫ですからね。あ、そうですね。ロックですると香りがなくなっちゃいますので、こういったエッセンシャルオイルを 2,3 滴垂らしているのが、これ自体は半永久的に使えますね。香りはジャスミン、はい、もちろんアンちゃんもあります。あ、アンちゃんだ。アンちゃんは特別にもちろん作ってもらいましたね。そしてこちら、タイといえばゾウさんですが、ゾウさん石鹸もあります。これも完璧オーガニックで、中は成分ですね、もちろんオーガニックですからココナッツオイルが入ってます、うん、それからあの米ぬか、はい、米ぬかはですね、肌にいいです。特にニキビには最適だと思います。そしてこちらが、私愛用歴3年ですね。来ました。脇の匂い、脇汗、体臭予防、実は脇の黒ずみにもよく、ムダ毛が薄く遅くできます。水につけていたり脇に塗るだけです。徐々に徐々にかけて毎日使っていただいて約1年半も使います。あ、1年半も使います。はい、150パーツ500円します。お手直しも後悔しないでございます。そして当店オリジナルですね、これは私考案です。ちっちゃいですが、セルライトの、気になる部分に使ってください。コーヒーは脂肪除去です。そして、タイといえば唐辛子、唐辛子も入ってます、はい、そしてブラックペッパーで、もちろん新陳代謝を良くし、でアロエが入ってますね、乾燥肌にも効果的ですね。それからこのようにパッケージ1個だと単品だと、こういうふうにパッケージです。でこちらが眉玉とのセットですね。これはお体、これはお顔。眉といえばタイシルク。そうです、ですね、はい、そうなんですよ。タイシルクはタイで有名です、その元になる眉玉ですね。指サクみたいになってますよ、顔の隠しとかになってます。それのお顔にいいですね。そしてこちらがアロマストーンですね。こちら、石のところにですね、エッセンシャルオイルを垂らしてください。机の上に置いていただいてもですね、おしゃれですし、こちらに化粧品になってますね。じゃあ回ってみます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。